今日は奇跡。疲れた。結局何をやっても扉は開かないし、壊そうとしても壊れないし。お父さんね。そういえば試験要項が届いてたけど、どうする？はぁ、後でいいよ。徹夜だったし、さすがに眠い。私たち今から一眠り。それどころじゃないです。だって、だってロジャ王子様にアトリエ・ボルテールが乗っ取られたんですから。一気に目が覚めたよ。どういうこと、ルーちゃん。どういうことも何も、言った通りです。いきなり王子様がアトリエにやってきて、私とお父様に錬金術勝負を挑んだんです。それで、なすすべもなく負けたと。はい。それでアトリエを追い出されてしまいまして。もう、お父さんたら何やってるの。ごめんね、ルーちゃん。お父さんに負けるなんてって言いたいところだけど。ええ、勝負の時の実力、普段のおじさまとはまるで別人のようでした。お父様も言ってましたけど、おじさまが公認錬金術師だというのは本当みたいですね。そっか。ルーちゃん、お父さん今もボルテールにいるのかな。はい、おそらく会いに行くつもりですね。もちろん、いろいろと言いたいことはあるけど、まずは急にいなくなったことを責めてやるんだから。うん、私もお説教3日コースだよ。行こう、お父さんのところに。あ、思いついた。こんな動画作れるかも。来たか、お前たち。そりゃ来るよ。今までどこに行ってたの。私たち心配してたんだから。そうだよ、ルーちゃんたちにも迷惑かけて。ほら、アトリエに帰ろう。心配させたことは悪かったが、アトリエに戻るつもりはない。どうして。私たちお父さんに聞きたいことがたくさんあるの。お父さん公認の錬金術師だったんでしょ。昔絵の世界を旅してたっていうのも見た。それにお母さんのことを助けられなくて、お父さんがすっごく悲しんでたってことも。エテルネピカか。ああ、全てお前たちの言う通りだ。だったらまた一緒にアトリエをやろうよ。お父さんがいなきゃ、国一番のアトリエは。ねえ、帰ってきてよ。お父さんがいないと寂しいよ。リリー、スー、俺と勝負をしろ。勝負？どういうこと？どちらが早くアトリエランクを上げられるかの勝負だ。俺はアトリエ・ボルテールのランクを上げる。お前たちは自分のアトリエのランクを上げろ。早くランクを上げた方が勝ち。お前たちが俺に負けたら、アトリエは廃業してもらう。おじさま、そんなのいくらなんでも理不尽。ルーシャ、今ボルテールのランクって。え、 C ランクですけど。まさか勝負を受けるつもりですか。うん、
もちろん、こっちも C ランクだし、条件は同じだね。お父さん、私たちが勝ったら私たちのアトリエに帰ってきてもらうから。ああ、いいだろう。それじゃあまた。私たちに勝てると思わないでよね。ルーちゃん、帰るよ。失礼します。どこに行こうかな。さて、今のうちに要項を読んでおかないとね。うん、私は調合の準備を進めとくよ。ちょっと、本当に良かったんですか？相手はおじさまとはいえ、公認の錬金術師。それなのに、負けたら廃業なんていう勝負を受けて。大丈夫、絶対に負けないから。何を言ってるんですか？絶対に勝てる保証なんてないんですよ。それでも勝つんだよ、勝たなきゃいけないの。お父さんがいきなりこんな勝負を挑んできたのには何か意味があるはず。私たち、その意味を知りたいんだ。そのためにも、負けるわけにはいかないの。そこまで言うなら、もう何も言いません。その代わり、絶対勝ってくださいよ。じゃないと、アトリエ・ヴォルテールが戻ってきませんから。別に他意はないですよ。勝ってるって。ありがとね、ルーシャ。ルーちゃん、勝負が終わるまではここに泊まっていっていいからね。まあ、こうなったのもお父さんのせいだしね。味くらいは手伝ってもらうけどさ。え、いいんですか？野宿に比べれば家事なんてへっちゃらです。うん、なら決まりだね。さあ、お父さんとの勝負、気合を入れなくちゃ。これで国一番のアトリエにも。お出かけ、お出かけ。楽勝だな、おととい来やがれ。よし、倒せましたね。それで、倒した後がちょっと違うって？うん、皮を剥いだり、血抜きをしたり、ちょっと刺激が強いから、もしダメそうなら。いえ、大丈夫です。これも狩りの一部だし、ちゃんと命をいただくなら見ておかないと。はい、私もお願いします、ピリスさん。そっか、それじゃあ始まるね。うん、大量大量。お肉は保存が効くように加工しておくね。はーい、お願いします。食べるの楽しみにしてます。
狩りに連れてきてくださってありがとうございました。いろいろ勉強になりました。いやー、惚れ惚れしちゃいましたよ、フィリスさんの弓さばき。うんうん、錬金術師なのにあれだけ弓を使いこなせるなんてすごいです。ああ、うん、狩りも弓もリアネーに教わったんだ。少し前までは杖で戦ってたんだけど、弓を使ってるリアネーがかっこよくて無理を言って一から教えてもらったんだよね。ってことは弓もそんなに年季長くないんだ。ああ、フィリスさんはすごいな。弓も錬金術も短期間で習得しちゃうなんて、やっぱりできる人は何をやっても。ごめんね、ズルしてるの。実力だと百発一中がいいところなの。錬金術で矢が獲物を勝手に追いかけるようにしてたりして、いや、それはそれですごいですよ。錬金術でそんなことまでやっちゃうなんて。フィリスさんって間違いなく天才だよね。さあ、行くとしよう。面白いものがあればいいんだけど。ルーちゃん、ごめんね。お洗濯物干してきてもらってもいい？はい、いいですよ。ルーちゃん、今日のご飯、お魚が食べたい！おいしい魚料理、作って！ええ、わかりました。ジャバ切らしちゃってるんだった。ルーちゃん、お買い物に行ってきてもらっても。もういくらなんでもこぎ使いすぎじゃないですか。掃除に洗濯、炊事に買い物、私はあなた方のコマ使いじゃありませんよ。ブーブー、だってルーさん居候じゃん。家事なんてへっちゃらって言ってたじゃん。確かに止めてもらってる身ではありますが、これもおじさまの乗っ取りのせいですね。まあ、もともと実家なわけですし、乗っ取りというより家出から戻ってきただけかもしれませんけど。は？実家？アトリエボルテールがお父さんの？どういうこと？え？まさか知らないんですか？ロジャーおじさまは私のお父さまの弟なんですよ。ルーちゃんのお父さんと私たちのお父さんが兄弟で、だとすると、私たちとルーさんっていとこだったの？何を今さら、本当に知らなかったんですね。そのことの方が驚きですよ。待って待って、ほら、私たち名字違うし、私たちがマーレンで、ルーちゃんがボルテール。ああ、家を出た時に名前を変えたんでしょう。おじさまの元の名前はロジェ・ボルテールですよ。うわ、頭痛くなってきた。そっか、私たちルーシャといとこなんだ。なんで嫌そうなんですか。じゃあ私は買い物に行ってきますよ。ルーシャといとこ、うい、あんなおまぬけといとこだったなんてショックすぎるよ。くしゃい！お出かけ、お出かけ。あ、まさかソフィーさん？ちゃん？
私も元気だよ。あ、もちろんプラフタも。っていうかコルちゃん、喋り方変わった？ちょっと大人っぽくなったような。ええ、少し意識してるで、しています。とはいえ、癖なのでまだ完全には。あれ、ソフィーさん、コルさんのお店でお買い物ですか？休校を温めていたのだよ。私とコルちゃん、昔からの友達なんだ。私たちは同じ町の出身なんです。以前一緒に冒険をしたこともありまして。へえ、そうだったんですか。案外世間と狭いものなんですね。そうだね。まあそのおかげでまたコルちゃんと会えたわけだけど。ねえコルちゃん、お父さんとはもう会えた？いえ、まだ。でもお店はだいぶ大きくなりました。ああ、コルネリア商会だよね。知ってる知ってる。コルちゃんすっごい頑張ってきたんだね。それほど。でもソフィーさんこそどうなんですか？公認錬金術師になりに旅に出たはずですが。バッチリだよ。今じゃ頭からつま先までしっかり公認だからね。そうですか。いつまでも帰ってこないので、モニカさんとエリーゼさんが愚痴を言ってましたよ。特にモニカさんなんて、自分も旅に出て引きずり戻してやるって息巻いてました。うわ、それはゾッとしない。キルヘンベル、懐かしいな。お互い積もる話もあることだし、今度一杯行かない？はい、ぜひ。でもいいんですか？私お酒には相当自信がありますよ。望むところだよ。それじゃまたね。コロネリアさん、とっても楽しそうでしたね。それはもう、私が今こうしてお店を開いているのもソフィーさんのおかげですから。いつになっても昔のまま、まっすぐで。そうですね。やっぱりソフィーさんには憧れちゃうや。道具。お出かけお出かけ。いいぞいいぞ。またよ。スーちゃんスーちゃん、この後帰って何作る？そうだね、爆弾にするか薬にするか。そういえば二人も錬金術師なのよね。やっぱり太陽を作ったりするの？あ、太陽？どういうことですか？え、太陽よ太陽。錬金術師といえば小さい太陽を作って雪を溶かすものでしょ？そんなことしませんよ。っていうかできませんよ。もっと言うとやろうとも思いませんよ。あら、そうなの？昔フィリスちゃんがやってたんだけど。じゃあ船の部品を作るのは？メルベイユには海があるし、それくらい。やりません。
船は船大工さんが作るものです。なら壊れた橋を一瞬で元に戻す道具は？使うとパーって橋がかかっちゃうんだけど。それも無理です。リアーヌさんの錬金術か、相当ずれちゃってるみたいですね。そうだったのね。錬金術師っててっきり魔法使いの親戚なのかと。これはフィリスさん恐るべしなのか、リアーヌさんの実は天然なのか。どっちもなんじゃないかな。材料取ってくれる？はーい。あれ？それを先に入れるの？こっちを先にした方がいいんじゃ。それを先に入れると成分が沈殿しちゃうじゃない？まんべんなく行き渡らせるために先にこっちを。あ、そっか。だとするとこれから入れるのもありなんじゃない？よし、完成。結構いい感じに作れたね。上出来上出来。さて、次の調合はっと。どうしたの、ルーちゃん。さっきからうなってるけど。お腹でも痛いの？いえ。二人とも、随分と調合が上手くなったなって。正直、もう私と同じか、もしかしたらそれ以上に。お、ルーシャが素直に褒めてくれるなんて。明日は空からプニが降ってくるのかな。私だって認めたくないですけど、あそこまで見事な腕前を見せつけられてしまうと思うね。でも私だってまだまだ負けませんよ。もっと修行してまた差をつけてやるんですから。覚えておくことですね、二人とも。さて、何を作りますか。ぐる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 。ひとまずどうだ。これにて完成。二人ともいいものをありがとね。とっても助かったよ。どういたしまして。またいつでもいらしてくださいね。なんですか、二人とも。いきなり笑い出したりして、気色悪い。いいじゃない、別に。自分のアトリエで笑ってるだけなんだから。いや、怪しすぎますよ。どうして依頼をこなした途端、笑い出すんですか。それは、ありがとうって言われたから。は？どういうことですか？仕事をこなしてありがとうって言われると、嬉しいじゃん。ヌーちゃんもわかるでしょ？お礼を言われると、心が温かくなるっていうか。まあ、わからなくはないですね。確かにお客様に感謝されるのはいつだって嬉しいこと。でもそれはそれとして忠告しておきますが、さっきの二人めちゃくちゃ怪しかったですからね。もし人に見られたらその時点で客が離れるレベルですからね。
そんなに怪しかった？じゃあ気をつけないと。そのせいでお客さんが減ったら本末転倒だもんね。さて、何を作りますか？一歩前進だね。すべての宝は我が手の内に。スーちゃん、スーちゃん。お、何リリー？ってどうしたの？プニなんて連れて。あ、うん。スーちゃんにね、私が強くなったとこ見せようと思って。何言ってるの？プニなんて何匹倒しても強さの証明にはならないよ。まあせめて片手でプニを破裂させるくらいじゃないとね。ん？それでいいの？それくらい簡単だよ。え？ごめんねプニちゃん、私の強さの犠牲になって。リディ、やめて！プニに罪はない！あれ？あ、起きた！ごめんね、大丈夫？スーちゃん。あれ？私は一体？スーちゃんが思いっきり叩いてみろって言うから、本気でほっぺたをビンタしたの。そしたらスーちゃん、気絶しちゃって。本当にごめんね。そっか、あれは夢だったんだ。痛い！正気に戻ったら、ほっぺためちゃくちゃ痛い！ああ、私もだいぶ強くなったんだよ。なんて。妹のほっぺたをビンタする強さなんて、いらないよ！変なこと言わなきゃよかった。どこ行く？どこ行く？なんとかなった。みんな怪我はない？スケジュール確認。今日はどんな景色が見られるかな？いざ出発！ねえねえ、そろそろ入ってみる？まだ勇気出ないよ。もうちょっと待って。ん？あの人たち、アルトさんのアトリエを見てる？確かに。何かあったのかな？本人に聞きに行ってみようか。なんだ、君たちか。アルトさん、こんにちは。なんか疲れてます？まさかまたお腹空かせてるんじゃ。ダメですよ。何か作りましょうか。いや、疲れてるのは事実だが、腹は減ってない。最近、とある事情から依頼がひっきりなしに来ててね。それは羨ましい。けど、とある事情って？羨ましいだと？君は勘違いしてる。何せ。アルトくん！やはぁ！本当にいた！すごいすごい！噂通りのイケメンくんだ！ねえねえ、依頼なら何でも受けてくれるんでしょ？いや、今は忙しくて依頼は断って。お姉さんの依頼も受けてよ。はい、これ依頼書。それじゃあよろしくね。あ、私のもここに置いておくね。それじゃあバイバイ。とんでもない強引さ。もしかして？ああ、今のがとある事情さ。二人ともこれを見てくれ。ん？新聞ですか？
巷で話題の美少年錬金術師アルト君、クールで不愛想なところが魅力の彼を特集。これアルトさんの記事ですね。アトリエの場所までバッチリ書いてありますけど。誰かが記事に仕上がったみたいでね。女性客が毎日押し寄せては依頼を押し付けてくるんだ。ふーん、よかったじゃないですか。アルトさん、女の子たちに囲まれて嬉しいんでしょ。そんなわけないだろ。あの勢いで依頼されてみろ。たまったもんじゃないぞ。それに僕はもともと目立つのが好きじゃないんだ。まったく勘弁してくれ。結構参ってるみたいですね。でも私たちにはどうすることもできないかな。そうそう、ま、もうちょっとしたら慣れるんじゃないですか。不条理だ。一体僕が何をしたって言うんだ。どこ行く、どこ行く。